ママだったらもっと他の子を応援したいな。ママは、はるかちゃんのお父さんに会ったことあるの？え？あるわけないでしょ。ママは会ったこともない人を勝手に悪い人だって決めつけちゃうの？もしかしたらいい人かもしれないよ。もう何を言い出すのよ。変なこと言ってママを困らせないで。そんな悪い子もう知りません。まったく、ヤクザに育てられた子がいい子なわけないでしょうに。あの子、はるかのファンだったのかなあ。え、お前ははるか、あ、もしかん、ああ、そうだったんだ。おじさん、はるかちゃんのグッズ売ってるところ知らない？前はいっぱい売ってたのに。いや、そっか。はるかちゃんのお父さんはヤクザっていうのをしていた悪い人なんだって。だからママは、そんな人の子供もきっと悪い。最近ははるかちゃんの歌も。そうか。ところで、お前はどうしてはるかのファン？昔ね、大阪に住んでた時に、私んち、いつもお父さん仕事で引っ越しして。それでね、どうすればお友達作れますか？はるか、私も友達作るのはうまくないけど、一緒に笑顔で頑張ろうって言ってくれた。はるか、そんな、うん、それで頑張って笑顔でいるよ。もうはるかちゃんの大ファン。そうか、相談して。うん。おじさんははるかちゃんのどんなところが好きなの？優しいところだな。優しいところ？ああ、あいつはいつも自分より他の人のことを考えてやれる。あれがあいつの強さなんだろうな、きっと。それ、私もわかる気がする。私ね、そしたらそれ見てて、はるかちゃんって可愛いけどすごくかっこいいなって思った。そうか。さすがはるかだな。あれ、どうしておじさんが嬉しそうな顔してるの？そうか。変なの。はるかちゃんのこと話せて嬉しい。そうか。前ははるかちゃんのことテレビで見たり学校で話したりしてたのに。でもあのコンサートでみんな変わっちゃった。悪い人が育てた子だなんて知らなかった。もう応援しちゃいけませんって。お母さんも。そうか。それでも私は元気をたくさんくれたはるかちゃんを応援したい。もうアイドルじゃないかもしれないけど、私ははるかちゃんが好きだから。そうか。はあ、でもはるかちゃんのグッズ欲しかったな。せっかくお誕生日楽しみにしてたのに。よし、俺がはるかのグッズを探してこよう。え？おじさんが？ああ、誕生日なんだろ。俺がプレゼントしてやる。本当に？ありがとう、おじさん。あ、私、あやかっていうの。おじさんは？俺はキリュウだ。キリュウって名字でしょ？カズマだ。カズマさん、はるかちゃんのグッズ。じゃあちょっと探してくるから。うん、わかった。待ってるね、カズマおじさん。そうだ、まずはドンキホーテにでも行ってみるか。大抵のものは売ってるからな。なんだ、秋山って男を知らねえか？スカイファイナンスって金貸しをやってたやつなんだが、最近ここにいたらしいんだ。あんた、秋山さんの何？古いダチだ。あんた、秋山を知ってるんだな。今どこにいる？さあね。何か知ってるなら教えてくれ。俺は桐生ってもんだ。秋山に大事な用がある。あんた、キリュウってもしかしてキリュウカズマ？そうだ。おお、本当か？
いや、確かに間違いねえ。ずいぶん前テレビで見た顔だ。ニュースになってたよな、3、4年くらい前。ええ、秋山さんもあんたの話をしてたことがある。そうか、あんただったら秋山さんも会うかもな。秋山の居場所知ってるんだな。どこにいる？このすぐ近くだ。案内するが、その前に一つ頼みがある。聞いてくれるか？なんだ？そこのコンビニで弁当を買ってきてくれ。うん？それだけだ。長年ホームレスやって。わかった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。買ってきたぞ。くったくった。それじゃあ約束だ。確か。ああ、すぐこの下に降りて。なるほど、こういうことか。行ってみりゃ分かるよ。秋山か。キルさん、久しぶりだな。いや、まあその、あ、どうぞ座ってください。見ての通り大したお構いはできませんけど。探したぜ。スカイファイナンスは閉めたんだってな。まあなんでか中国マフィアに目をつけられちゃいましたね。とりあえず休業中です。このままずっと引き下がってるつもりはないんですけど。話は聞いてる。いろいろ大変らしいな、今のカムロ町は。ねえ、町がこんな状態なんで秘書の子も一旦里に返しました。商売上がったりなところにあの子まで危険にさらすわけにはいかないもんで。そうか。でもお前は思ってたより元気そうだ。キリュウさんもようやく出所されたんですね。しかし、なんでまたカムロ町に？お前に会いに来たんだ。お前ならハルカが今どこにいるか知ってるんじゃないかと思ってな。ハルカちゃんが？え、朝顔に戻ってるんじゃないんですか？
そうか。お前にも。すみません、キリュウさん。いいんだ。これからどうしよう。もう少しか。俺も自由が。いや。あっち。あいつら。一番後ろの奴はエドって呼ばれてます。最王会のメンバーで。エド。文句言うわけじゃないんですけど。あ、目そろした。今日カムロ町に面白い男が現れたと聞いてたが、そいつを追ってきたら秋山さんまで連れたよ。あいつ、お前が逃げ回るほどの相手なのか。まあ、会社畳んで下水に引きこもりたくなる程度のやつです。見違えたな、秋山さん。前からおしゃれだったが、もう私のような凡人には理解できない着こなしだね。そしていちいち尺にさ、秋山さんのお連れのお前、東女会元四代目会長、二つ名は道自慢。我々のリストにも。キリュウさん、無所で体なまってないでしょうね。どうだろうな。健康的ですね。哀れだが、極道は死に場所を。二人ともドブに沈むがいい。連中だ。一人を相手に二人がかりとはな。よく言うよ。そこに倒れてる四人はあんたのお仲間だろう。今日のところは挨拶だけにしておく。だが二人とも必ずまた会うぞ。正直、俺一人で手に負える相手じゃありません。一緒にいたのが桐生さんで助かりましたよ。ああ、それでもピンピンして帰っていきやがった。マフィアってのはあんなのがゴロゴロいるのか。特別な奴だと信じたいですけどね。何にしてもこの隠れ家はもう使えません。外に出ましょう。やっぱり太陽の下はいいですね。空気